ウェンディ、何でも相談してね。ここから先はあなたの魅力と頑張り次第。気合を入れて素敵な恋をゲットしてね。それじゃあなたの健闘を祈って、バーチャコール2アクセス1、バーチャコールの世界へようこそ。それじゃあ皆さん、有意義な夏休みを送るように。キーツレイ、エミリー、帰り水着買いに行くけど付き合わない？ごめん、転役入ってるんだ。またお兄ちゃんと遊びに行くの？ボランティアよ。ライブのチケットせっかく取ったのに、一緒に行く相手がいないんじゃかわいそうでしょ。じゃあさよなら、ひとみ、じゃあまたねとかなんとか言って。結構楽しんでるくせに。何すんだよ。大学4年にもなってよくそんなのんきに寝てられるわね。来年の就職どうするつもり？内定だってまだ一つも取れてないんでしょ。そんなの焦ってどうなるわけでもないだろ。俺性に合わないんだよな、下手な鉄砲数じゃ当たるってやり方。本当にもうお兄ちゃん、そういうとこほんと不器用なんだから。はあ、生意気に大人ぶっちゃって。あ、大家の身内として出来の悪い住人の行く末を案じているのよ。あ、そんなことより早く用意して、ライブ始まっちゃうよ。待っててあげるから急いでよ。お兄ちゃんはいつでもほんと手がかかるんだから。クソだな、頑張れ頑張れ。コンサート良かったね。また行こうね、お兄ちゃん。夏休みでもデートする相手もいないんじゃ、どうせ暇でしょ。大きなお世話だよ。それよりお前の方こそロスの親んとこ行かなくていいのか？もう1年近くも顔合わせてないんだろ。うん、うちのはほら仕事で年中飛び回ってるし、行っても邪魔になるだけだもん。そっか、大変だよな。両親揃って新聞社の特派員なんて。まあね。あ、待って、お兄ちゃん。もしもし。お兄ちゃん、だってお前何考えてんだ。今夜中の3時だぞ。私雷ダメなの知ってるでしょ。おじいちゃんとおばあちゃん老人会の旅行で来週まで帰ってこないし、お願い電話切らないで。
しもし、もしもし、お兄ちゃん、もしもし、聞いてる？もしもし。お兄ちゃん、お兄ちゃん、やっぱり来てくれたんだ。あと2週間しかないの？マチハーナ。少し考えさせて、私に時間をちょうだい。何ですか？僕の鼻は嗅覚が発達しててね、君のような可愛い子にはすぐに反応しちゃうんだ。私急いでますから。意外だったわ。お兄ちゃん、ああいう凛々しい子がタイプだったんだ。エミリー、なんでお前がここに。不器用な男の秘めたる恋、くあ、泣けるな。彼女は別にそんなんじゃ。長谷川くん、あ、かあ、やっぱスズメさん。長谷川くんの彼女？可愛い人ね。え、違う、こいつはそんなんじゃなくて。エミリーって言います。いつもお兄ちゃんがお世話になってます。余計なこと言うんじゃない。じゃあ、すずめさんお先に。どうもー、さよなら。よかった、ちゃんと彼女いるんじゃない。お兄ちゃん、彼女っていつから？まだなんだよ。3年前の春、大学の入学式の時に会ってから。でも彼女可愛いし、なぎなたの腕も全国級で、俺なんかじゃ彼女と付き合うなんてとても無理さ。それにさっきみたいに俺、彼女の前だと緊張してうまく喋れないんだ。そんなことないよ。1週間しかないのよ、早くしなきゃ。お兄ちゃん、私がいなきゃ何もできないでしょ。1週間って、なんだよそれ。いいわ、私が何とかしてあげる。お兄ちゃんの思い叶えてあげる。え、おい、エミリー、私に任せといて。じゃあね。もう一人で焦ってんだ。そう、だからあんたにも協力してほしいの。でもエミリー、クニコさんのこと好きだったんじゃないの？私がお兄ちゃんを？いや、あのね、私にとってあの人は世話の焼ける兄貴みたいなもんなの。その無邪気さがなんだか怖いのよね。もう変な勘違いしないでよね。エミリー、あ？エミリンち VHG あるでしょ？あるけど、これ何？最近巷で評判のバーチャコールの Q2 用モデム。これをセットすれば体感できるバーチャルリアリティでテレクラみたいに遊べるの。最近流行ってんのよ。国彦さんにこれで女の子に慣れてもらえば。バーチャコールか。でもお兄ちゃん、知らないことちゃんと話せるかな？大丈夫、
こっちもちゃんと用意しとくから。あの葉が散ったら私の命の灯火も消えるんだわ。はあ！開かないものね、人の願いなんて。さよこ、たかが湯遊びすぎの貧血で、あんたよくそこまで不幸ぶることができるわね。ひとみか、だって誰もお見舞いにも来てくれないんだもん。こんなことで一人遊びするしかないし。へへん、そう思って持ってきてやってよん。え、究極のお抹茶。冗談じゃねえよ。どうして俺がお前にそんな指図されなきゃいけないんだよ。目の前に出ると石になるくらい好きなんでしょ。このまま卒業するまで黙ってるつもりなの。お前には関係ないだろ。いいからいいから、かぶって。と、おい、何すんだよ。いい？お兄ちゃん、サヨコって子が出たらその子にアクセスするのよ。おい、エミリー、サヨコにはお兄ちゃんのこと話してあるから。ようこそ。ここから先はあなたの魅力と頑張り次第、気合を入れて素敵な恋をゲットしてね。さよこちゃん、いやすごいよね、テクノロジーの進歩って。バーチャルリアリティもここまで進んだか。あ、ごめんねさよこちゃん、なんかエミリたちの悪巧みに巻き込んじゃって。いいんです、男の人と二人きりなんて私も緊張しちゃって。ごめん、まさか体感まであるなんて。瞳に聞きました。今長谷川さん片思いしていて告白できずに悩んでるって。え、私小さい頃から病弱で今も入院してるんです。他の子たちのいろいろな話聞いてるととっても楽しそう。でも私は男の人のこととか何にもわからなくって。エミリや瞳には内緒ですよ。うん、私思ったんです、バーチャコールなら虚構の世界だし、国彦さんだったらダメですか。私じゃそんなことないよ、可愛いよ。さよこ、国彦さん、ちょっとさよこ、大丈夫？あー、久しぶり。気持ちよかった。最後まで？誰がそこまでしろって言ったのよ、もう！クルージー。なあ、おい、エミリー、ここ高いんじゃないか？いいから私に任せなさい。鈴音さんの横に立っても見劣りしない服コーディネートしてあげるから。エミリー、あんまり大きな声出すなよ。お兄ちゃん、時間がないの。私もうすぐいなくなっちゃうんだよ。我がウェルペンランド王国のしきたりにより、お父様の祖国への留学は18の誕生日までと定めています。今回私は帰国の準備をするために日本に来たです。お嬢様、あなたは我が国の王位を継ぐ唯一の後継者なのですよ。国民の皆もお嬢様のお帰りを心待ちにしているのです。
あら、長谷川くん。こんにちは。鈴音さん。エミリちゃんって言ったかしら。また会ったわね。どうも。何してんのよ、チャンスでしょ。あの、はい、暑いですね今日は。はい。おう、やっぱりお嬢ちゃんだったのか。スズメちゃん、お待たせ。じゃ行こうか、スズメ。お兄ちゃん、大丈夫？大丈夫、大丈夫。俺全然平気だから。俺ちょっと寄るとこあるから先に帰るよ。じゃあな。じゃあな。お兄ちゃん。他の男に先を越されちゃったか。変にその気にさせちゃった分、落ち込みがひどくって。こうなったらエミリーが付き合ってあげれば。女の傷は女で治すのが一番よ。もう何度も言ってるでしょ、私とお兄ちゃんはそんなんじゃないんだから。なんとかな。自分の本当の気持ちにまだ気づいてないだけかもよ。兄貴のような存在から恋人へ、よくあるんだよねそういうの。何よ、こっちは真剣に相談してるのに。そんなこと、それにも私には時間がないのよ。もしもし。あ、もしもし、私。なんだよ。お兄ちゃんどうしてるかと思って。やっぱり元気ないね。別にいつもと変わらないよ俺は。で、バーチャコールってどんな感じ？私も一回やってみたいな。今からやってみよう。付き合ってお兄ちゃん。今そういう気分じゃないんだ。あ、そう。私が変な男にエッチなこととか言われたり、怖い思いしても平気なんだ。傷物にでもされたら私もう生きていけないんだからね。わかったよ、付き合えばいいんだろ。付き合えば。同じマンションでエミリーとバーチャコールしたってしょうがないだろ。本当にもう。はーい、ようこそバーチャコールの世界へ。ここから先はあなたの魅力と頑張り次第。気合を入れて素敵な恋をゲットしてね。鈴音さん。あら、長谷川くん。鈴音さん、どうしたのそんなに酔って。長谷川くんもバーチャコールにアクセスしてたんだ。お兄ちゃん、どこにいるの？お嬢さん、僕の鼻は嗅覚が発達しててね、可愛い子には反応しちゃうんだ。嘘。この匂い、あれ、お嬢ちゃん前どこかで会ったっけ。あっ。水島に見事にはめられちゃった。私を3年の秋、下級生の女の子の告白欲に髪を伸ばし始めた。君を見てたよ。私、長谷川くん、もうダメ、気持ち悪い。あ、しっかりして。鈴音さん。お兄ちゃん、もう何やってたのよ。悪い、エミリー、鈴音さんが大変なんだ。
鈴音さん？ちょっと行ってくる。お兄ちゃん。遅いな、お兄ちゃん。3年前、お兄ちゃんがこのマンションに引っ越してきて、家族と別々にいる私は本当に嬉しかった。お兄ちゃんができたみたいで、初めはちょっと恥ずかしくって。でもすぐ仲良しになって、本当の妹のように遊んでもらった。気分はどう？ありがとう、もう大丈夫。じゃあ俺帰るよ。待って、今日は私のそばに。鈴音さん、どうしてこんなに気になるんだろう。この胸の苦しみは。